はい、徳田です。まあ、まずはね、見ていただきたいものがありますんで、こちらご覧ください。どうぞ。ラウンド1。 I have a big news. I have a DDT. 僕はプレステ3です。コックブロー、シナカムさん、ニュースあるんじゃん。ウテテシーバー。あー、そらきれい。おい、カメラカメラ止めろ。これこれはあかん。はい、というわけで、今回クレジラ君 CR に加入する運びとなりました。徳田です。まあまあまあ、どんな感じで、どういう経緯で、まあ、CR 入ることになったのかというと、まあ僕は CAG 今年の4月いっぱいかで、まあ、辞めるって話になって、まあその時に、まあ、やりたいことあるみたいな感じで言ってたと思うんですけど、まあ、そのやりたいことっていうのがまさに、今回のスト6と、まあ、クレジラ君なんとか結びつけれたらいいなっていうのをずっと思ってまして、まあ、要はクレジラ君ってやっぱ今の日本の e スポーツチームで一番若者に影響力あるっていうか、すごい人気のあるチームで、まあ、我々格闘ゲームの普段の視聴層と一番離れてる層だと思ったんですね。で、まあスト6っていう結構すごいタイトルが出るぞってなった時に、まあまた格闘ゲームの人気復活本当にさせるんだったら、まあここは結びつけたいなということで、まあそこを目標に着々となんか、まあ、準備というか活動をしてたわけなんですけど、まあそれのいろいろが実ったということで、まあ CR カップ、まあ、先日のね CR カップも本当にすごいむちゃくちゃいい大会で、まあ、大成功かなっていう感じやったんで、まあ、それプラス、まあ、僕も、CR 入ってそのまま格闘ゲームの楽しさを CR つてになんかいろいろ広めていけたらいいなという次第であります。で、まあ CR 入ったからといって、まあ、なんか急になんかやること変わるとかはないです。正直今まで通りゲームやって、まあ、今まで通り配信してっていう感じなんで、なんか急に何かが変わるとかは全然ないです。もう本当今まで通りです。まあけど、CR になったということで、今後なんか、あ、こうドグラこんなことやり始めたぞとか、また新しいことやり始めたなとかも、まあ、またあるかもしれないんで、その時はまたこっちから報告させてもらうということで、とりあえずCR 加入しましたという報告の動画を撮らせていただきました。まあ今後とも、はい、格闘ゲームのいろいろ発信していくと思いますんで、皆さんどうぞまたご贔屓によろしくお願いします。 OK!